名曲アルバムは1976年4月5日に開始された NHK のクラシック音楽番組である。総合テレビ、E テレ及び海外向け NHK ワールドプレミアムで放送されているほか、2015年度からは BS プレミアム、2018年12月からは BS4K、BS8K でも本番組のレギュラー放送を開始した。なお、 BS プレミアムでは、レギュラー放送開始以前にも、単発で一度だけ放送されたことがある。過去には、BS ハイビジョンでも放送されていたが、2010年3月を、もって打ち切られた。ハイビジョン映像、ステレオ音声で制作されている。また、本番組の収録音源を使用したラジオ番組を、ラジオ第2放送と FM 放送にて放送している。 本校ではこれについても合わせて触れるものとする。海外のある場所で収録した映像に1曲が5分に収まるように編曲して、スタジオ収録した音源を組み合わせて放送されているのが特徴。字幕による解説が行われるが、ナレーションはなく、現地で収録した音声は放送されない。放送時間は通常は5分間だが、名曲アルバム線のタイトルが付いている場合には15分間の、 放送である。また、稀に曲風が似たことなる楽曲をメドレー形式で放送することもある。この番組は1976年4月5日に放送を開始した。初回放送で取り上げられた曲はドボルザークのスラブ部曲第2集第2番。1978年10月1日 NHK 総合テレビでは 音声多重放送の実用化試験放送開始と同時にこの番組はステレオ放送になった。一時期はデジタル放送において B モードステレオの高音質放送を行っていた。また2014年8月からは 5.1CH サラウンドステレオでの放送を開始した。1990年半ば過ぎ頃からはフィルムから VTR に変わり、 2000年12月1日の BS ハイビジョン開局直後からハイビジョンでの放送を開始した。また、1980年頃からクラシック音楽の手軽な良質番組であることを売りに海外の様々な放送局に対して番組の供給も行っており、それらの放送局ではその国の字幕解説を入れて放送されている。2018年現在、 日本の民謡を取り上げる会もあり、オーケストラ編曲が行われるパターンもある。この番組の収録音源を使い、アナウンサーによる曲目紹介を挿入したラジオ番組として、名曲の小箱、名曲スケッチ、名曲セレクションがラジオ第2放送と FM 放送で放送されているほか、NHK ワールドラジオ日本でも全社2番組を定時放送している。 2008年度から2011年度まで、ラジオ第一放送でも、日曜日22時45分22時55分に、名曲スケッチが放送されていた。名曲アルバムは、名曲アルバムの収録音源や、この番組のために録音された音源に、アニメーションや CG を取り入れた映像を組み合わせた、テレビ番組である。また、字幕はない。初回放送で取り上げられた曲は、 青森県民用の津軽ジョンカラフ氏。この番組は2015年3月27日に総合テレビで放送を開始したが、2018年現在、E テレで毎週月曜日の23時25分23時30分まで放送している。8K 名曲アルバムは、基本的には名曲アルバムと番組内容は同じであるが、15分間で1曲を放送する。 2019年現在、BS8K のみの放送となっている。この番組のオーディオソフトでの発売は、1979年12月5日に、キングレコードから、セブンシーズレーベルにて、同番組の音源をそのまま使った、名曲アルバムという10枚組の LP セットとして、発売したのが最初である。その後、アナログ LP では、同社より、数枚組のカートンボックス入りセットにおいては、 第2弾から第4弾まで発売され、また、1枚ずつのバラ売りも別途されるようになった。なお、これに先立って、キングレコードでは、LP レコード、名曲アルバムシリーズを発売しているが、これは番組で取り上げられた楽曲を、ロンドンデッカのステレオ音源を元に編集したもので、5部の枠にこだわらない、ノーカット収録であったが、放送と違うとの講義が多かったため、 音源についても NHK と提供契約を結んでの再企画となった。CD 時代になってからはポリドールレコードが最初に発売を行い、その後ユニバーサルミュージックキングレコード NHK サービスセンターから放送音源を使った同タイトルのアルバムが発売されている。2011年1月よりデアゴスティにより NHK 名曲アルバム CD コレクション創刊される。 これは各週間でこれまでに放送された作品の内迷子を8曲を厳選しその楽曲の舞台となった土地や曲の背景を取り上げたマガジンと付録の CD が付いているものである2014年には音楽のある風景に登場する通販限定 CDNHK 名曲アルバム美しき日本我が故郷が通販のみで発売映像が収録されたビデオディスクでは まずパイオニアがレーザーディスクにて1981年10月9日に第1号機 LD-1000 の発売とともに同番組の映像ソフトを1枚ずつ数種類発売したのが最初である。2017年現在では DVD 版が NHK エンタープライズよりリリースされている。名曲の小箱に関するカテゴリー、名曲スケッチに関するカテゴリー、 名曲セレクションに関するカテゴリー、名曲アルバムプラスに関するカテゴリー。ありがとうございます。